早速調査結果を見ていきたいと思います。イメージって言ってもね、幅広いしさ、まあいろいろあるじゃないですか。だから今回はテーマに沿って皆さんに回答していただきました。一つ目のテーマからご紹介しましょう。こちらです。ただ、私生活への偏見ということで、私の私生活を皆さんにね、ちょ妄想していただきまして、どんな人なのかっていうイメージを調査しました。まあでも私生活についてはよく語ってるからさ、まあでもそんな外れたものは来ないだろうと私はね思っていますけれども、スタッフさんがね、いろんなところで街頭調査をしてくれたみたいですので、今日はその VTR を見ていきたいと思います。私もねまだリハとかでも見てないから初めて見る映像なんですけれども、それでは VTR お願いします。本当に繰り出したんだ。あ、なんか可愛い人いる。おじよ、え、可愛い。ファーストライブも現地参加させてもらいました。え、ありがとう。ゴリゴリの星読みです。あ、嬉しい。星読みで現場もできるだけ期待して、配信も基本はリアルタイムで毎回見れるときは見るようにしてます。かわいい。でもスイちゃんは結構お休みの日を有意義に使ってるイメージなので、まあ朝は起きないと思うんですけど起きない。いろんなとこにお出かけしたりとかしてインプットしてそうだなって思います。おお。アンスタしてそうだなって。おお。イベント走ってさ、しっかりログインしてそう。いい偏見ですね。出てきました。あ、かわいい。兄弟でいらっしゃったんですね。わかんないです。あ、マジか。覚えて帰ってね、覚えて帰ってね、妹ちゃん。あ、でも結構なんかアウトドアな印象。でもアウトドアって言っても結構外に行ってオタ活をしてそうっていう印象が。なるほどね。アニメ見たりとか、なんかそんな印象があったりし、うん、もう世界の大スターです。本当に大スターです。かわいい。世界でも活躍してますし、でもお前が持ってるもんとかも本当にずっと前に聞いてます。助手やないか。姉町さんと出かけてそう。この前とか、追加ゲームの時とかに姉町さん目の前にカナヘイ持ってきて、あ、カナヘイってスイちゃんが言ってるのがすごく可愛くて、そっくりだね。なのでもうお姉さんともすごく仲がいいんだなと思ってて、姉町と出かけてそうって感じですね。うんうんうん。あのビビデバって曲は聞いたことあります。小学3年生まで一緒にめちゃくちゃノリノリになっとるよ。歌ってるね。歌ってます。学校とかで、かわいい。あの多分知ってる人は友達で多数はいるんですけど、その子と一緒にたまに踊ったりしますね。まあ今は踊りたくないですけど。踊ってよ。なんでだよ。寝てそうですね。もちろんすいすいさんがショート動画で出てたんですけど、日に当たりたくなくて起きた時にカーテンの細かいところもちゃんと閉めてとか言ってたからじゃないですか。あー、結構見てくれてる。寝てそうですね。あのたくさん寝ていてくれると嬉しいです。コロネスキー方ファンからするともうタレントは1秒でも長く休んでいてほしい。私ですか。あれ、ゆうちゃん。私でよければ、スイちゃんのイメージ誰もが認める歌姫じゃないですかね。ゆうちゃん、私もそんなスイちゃんのような歌姫に憧れて VTuber を目指そうと思ったので変わらず尊敬してます。めっちゃ部屋綺麗そう。あ、風呂めっちゃ入ってそう。あ、なんか完璧なイメージが強いんで、なんか掃除とかにも抜かりなさそうです。え、スイちゃん、スラちゃん。はい、何でも答えます。うわー、ごめんなさい、ちょっと本当に偏見ですけど、これが実際飲めるか飲めないかはちょっとわかんないんですけど、はあ、1日1本炭酸飲んでそう。どういうこと。もう本当に偏見なんですけど、1日1本いい偏見だな。炭酸飲んでクーって言ってるイメージと、あと可愛い女の子をめでてるイメージ。あー、起きて炭酸決めて歌練して、女の子めでて炭酸決めて歌練してそうみたいな。マジごめんなさい、怒んないで。本当に偏見です。はい、見てまいりましたけれども、え、まさか私の知ってる人からもインタビューを
いただけるなんてありがとうございました。炭酸をね1日1本は必ず飲むという、飲んでないです。いや面白いね、みんなのこの偏見ね。あ、そんな風に思うんだって感じなんですけれども、この街頭調査と